続きましては埼玉県富士見市からお越しの七色七味の皆様です。どうぞ声援応援よろしくお願いいたします。拍手での声援でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この度草加の皆様のご好意により参加させていただきました七色七味です。耐えに耐えた日常の中でもいつか必ずもう一度とメンバー全員で心を燃やし草加の町に舞い戻りました。青毛や虹色かかった衣装マスクを超えた笑顔の演舞どうぞお楽しみください。はい、皆さんご無沙汰しておりました。約2年ぶりにこの草加の地に帰ってまいりました。七色七味でございます。まずこの晴天のもとこのお祭りの企画からそして実行までご尽力いただいた皆様に心より感謝申し上げたいと思います。そしてここにお集まりの皆様今日一日この晴天のもと楽しい楽しいあの時を思い出してもう一度よさこい祭りを楽しんでいただきたいと思います。それでは参りましょう。笑う門には福来たる。七色七味の皆さんほなぼちぼち参りましょうか。見事笑顔の花を咲かせましょう。青毛や虹色かか大将くじけそうに辛くとも下を向いたら見つからない大切な仲間の笑顔でさえだから勇気を出して笑顔の花を咲かせよう。曇った心空注ぐ雫を浴びて輝かしく笑顔に虹かかる。またあの時を思い出します。七色七味2019年からしばらくぶりに皆さんとお会いすることできなくて必死に短い時間でみんな練習積み重ねてきました。それも皆様の笑顔と再会するために今日一日楽しく踊りたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
馬評価七色シミでございます。十本の病にかかり出し心の傷も同じこと、笑顔何より百薬の処方、そこからは不調、いても立ってもいられない、膝もリズムに振り込む、震えちゃった久しぶりで七色Cでございました。今日一日よろしくお願いします。応援してくださった皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。大きな拍手よろしくお願いいたします。